シナモンが。やば。小15です。コストコさんのアップルパイです。さっき測ったらね、2キロぐらいあります。今までで一番重いかな。コストコさんのシリーズはアップルパイとかアップルタルトとかアップル、結構ねこれシリーズはねいろんな商品がねあるんですよ。で各種類リニューアルをし続けております。結構ね綺麗に切ったつもりなんよ。いただきます。アメリカ、これはねガツンと煮詰められたアップルの甘さが飛び込んできます。パイ生地はねやっぱりさっくりしててかなりね大まかにできてるので食べ応えがあります。濃い、かなりね大きめにリンゴがカットされてるのでシャクシャク感すごい。このトロトロのかかってるのシーズニングっていうのかな、この味がねかなり濃いんですよ。そしてね粘りがある。これはね、かなりね、特徴的なお味ですね。結構濃ゆいよ。手に持ってね、食べようと思ったんですけど、これはね、大惨事になりそうなんで。そのまま、いただきます。魔女の宅急便見たことある？あれにね出てきたおばあちゃんが焼いてるニシンのパイっぽいよね。なんかね手作りって感じだもんね。何かトッピングしてきます。もう決まってるんですけどね、ホイップクリームと転がったけどキャラメルアイスです。残っちゃったけど使いました。ナッツもかける。
な。うん。アイスクリームとホイップクリームを足すことによって、もともと濃いアップルパイのこの味がまろやかになってる。ちょっとね、薄まるというか違うテイストに変わってますね。これはいい。コストコさんの商品は割と濃い時もあるので、まあ私は濃いの好きなんで全然いいんですけど、皆さんが濃いなと思った時はいろいろアレンジすると自分好みの味になるし、もともとが美味しいので何を合わせても合うと思います。残ってたのでキャラメルアイスでやったんですけど、バニラアイスの方が合うかな多分。あとこれだけ。アイスのとこがうまい。もうドロドロに溶けた。あとこれだけ。
ちそうさまでした。コストコさんの巨大アップルパイ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。今回のアップルパイ、濃いよ。ザ・アメリカンって感じですね。生地はすっごい美味しい。サクサクで厚みもあって。中はやっぱりカスタードクリームとかね、入れてくれとったら割と抑えられたかなと思うんですけど、まんま煮詰めがドバッと入っとる感じです。ぜひ試してみてください。アイスクリームね、いいよ。